おはようございます。6月10日月曜日、全国のお天気をお伝えします。西日本は天気回復し、日差しが届きます。関東は朝早い時間ほど雨が降りそうです。南西諸島は梅雨空が継続します。急な雨、雷雨にご注意ください。九州南部は雲が広がり、にわか雨の可能性がありますが、その他の西日本のエリア、昼間は日差しが届きます。気温はぐんぐんと上昇し、昨日との体感の差も大きくなりますので、体調管理もお気をつけください。東日本は雲が広がって、関東は朝の通勤通学の時間帯も雨となるところが多いです。ただ次第に天気は回復傾向、午後は雨が止んでいるところが多いかと思います。雨具の置き忘れにご注意ください。ただ東日本の内陸、特に山沿いでは午後天気が急変し、雨が降ったり雷を伴ったりする恐れがあるため、油断はできません。気温は東京で25度と少しムシムシジメジメと感じられそうです。通気性のいい服装がおすすめです。北日本も雲が広がり、東北地方北部から北海道にかけては朝から雨となるところが多いです。北海道、一度雨雲が抜けた後も再び急な雨、雷雨となる恐れがあるため注意をしてください。北日本は比較的過ごしやすい体感となるところが多いです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。